お世話になってますすハイエス太郎です今回はハイエースカスタム10万円を一気見せというテーマでお送りさせていただきます。ハイエースイコールカスタムですよね。でもお金が結構かかってしまいます。 なのでできるだけ失敗は流れたいということでさまざまな動画私自身雑誌というものを猛勉強しましてコスパのいいものを厳選して購入してみましたそれではね早速ハイエースのカスタム全部ね紹介していきたいなというふうに思いますそれではいってみましょうまず1つ目のカスタムですがドアノブカバーです現在の差は約3700円です このドアノブカバーというのは、このノブのサイドに、このラバー製のものをこうペタッと貼っ付けるだけなんですが、何がいいっていうのは、爪であったりとか、引、えー、っ掛き傷。で、ここが塗装剥がれたりとか、傷になってしまう原因がありますから、その原因を防ぐというのが、このドアノブカバーの役割になります。 裏にこうシールが貼ってありますので、これをね両面テープペタッと貼ってあげるだけで完成と非常に簡単なカスタムになりまして、もうこれ万人にお勧めできるカスタムです。見た感じも悪くなるかなと思ったんですけれども、思っていた以上に雰囲気良くなりまして、これはもう本当にね一番最初にやっ,てやったカスタムの中でも非常に良かったカスタムになります。次にカスタム2つ目はベッドキットになります。 2万5000円と記載あるんですがこう米印ついてるんですけれども中古で購入したものでちょっと市場の価格からは当てにならない数字となっていますが安く譲ってくれる人がいたらこういうね中古で買うっていうのも一つなのかなと思いますえ子供と一緒に作りましたが非常に楽しかったですねこの夏のいい思い出となりましたでベッドギットはもう言わなくても、えー、分かるようにベッドになりますで、えー、上にも下にも寝れるということであえて高さを少し出してあげたとで下の空間も使えるし上にもる のの空間も物置でで使えるのでそういった面でもねベッドキットというのはハイエースの中では非常に重要なカスタムになるのかなと思います来年キャンプであったりとか、えー、車中泊ガンガン楽しんでねやっていきたいなと思っていますね子供も大喜びなベッドキットこれがカスタムの2つ目になりますカスタム3つ目になりますがドリンクホルダーになります土屋役から出しているもので金額が2700円で裏 両面テープがついてましてこれを剥がして取り付けるだけとこう見た目こう分かるように純正そのもののデザインでこのインパネの雰囲気を損なわずにつけれるということとドアとのクリアランスも非常に良好で例えばマクドナルドの L サイズのドリンクなどを入れても全く干渉しないような作りになっていますのでこれはもうねカスタムして間違いない商品にはなるかなと思います。 次にカスタム4つ目はシガーソケットになります。こちらも専用のものを購入しまして。 えこちらカーメイトから出しているものになります。ここね、灰皿だけの部分がすごく邪魔なので、この灰皿を取っ払ってしまって、そこにシガーソケット2つと USB2 つですね。で、ちょっと暗くて見えにくいんですけれども、こう下にね、明かりがつくとホワイトライトが若干つきますし、USB も2つついて、と汎用性がかなり高くなりますから、こちらね、専用設計でこ、こちらもデザインを損なわないといった意味では、非常に購入してよかったものになりますね。 設計って素敵ですねカスタム5つ目になりますがスマホホルダーです、えー、購入金額約2500円でこちら amazon で購入しましたスマホホルダーは専用設計じゃないのかいと、えー、突っ込まれそうな感じですがこれはあえてねこういうふうにした理由が2つありましてまず一つ目はこのダッシュボード上に取り付けることで 動画ですね風景動画など今後撮影したいなという時に便利かなといった点と、えー、他にね専用設計のやつが2社あったんですけれども送風口をエアコンの送風口を防いでしまうというものがあってスマホに風が当たったり後ろに送風ができないというデメリットがあるかなとちょっとね頭に思い浮かんだのでこちらねダッシュボード上に取り付けれるものを購入してます非常にこう用途が多くてですねこう手前に引けるんですね。 Google マップなんか車を運転する前にねこちら使うと、まあ、手前で、ね、操作できるので、まあ、腕が楽というところであったりとか角度調整も無限にできるので非常に買ってよかったものでこちら別で動画1本上げてますから詳細であったり取り付け方、まあ、細かい注意点がありますので是非そちらもご覧いただければなと思います。 次にカスタム6つ目がラバーマットになります。購入金額約2000円で、これもね、メルカリなんかで中古で購入したものになります。この純正設計のものを購入しました。立体型になっているちょっと端がね、囲われているようなものも考えたんですが、金額的に予算が合わないということで、安めのものを購入したんですが、今のところ全く差し支えはないです。これも絶対あった方がいいですね。泥だらけになりますから。カスタム7つ目はステップカバーです。 4300円で自作で作りました。この下に敷くシートは、楽天やアマゾンなどで先ほどの金額で売ってるんですが、そちらをこのステップに合わせてハサミで切っていくだけというような簡単なカスタムになっています。 この上を泥や土ついたままで登って登り降りしてしまうと僕の車デラックスですから非常に傷がつきやすくなってしまってそこから錆びてしまうリスクにつながるということでこれはもう非常に欲しかったんですがなかなかこの上に置くだけのシートというのがないので自作してみましたカスタム8つ目がセパフックカッドリフォルト扇風機とちょっとよくわからないと思いますので動画で解説していきますが じゃあ、インスタでホグルさんという方が、セパフックとかセパレートバーに入れるフックみたいなものを作りまして、いろんなね、使い方ができると、魔法のアイテムと題して動画作ったんですけれども、このセパレートバーに入れるフックをドリンクホルダーにしたいなと思いまして、100均でこのカンカンを持ってきて、簡単にね、目印をこうつけてあげて、ドリルで穴を開けて、そこからナットで締めてあげると、このような感じでね、 セパレートバーの穴にセパフックを入れてあげるだけでどうですかこれを開けるとカンカンがドリンクホルダーになるんですね後ろにテーブルなどをつけるというのもね考えたんですけれども大きいカスタムになるので後ろの後部座席も狭くなってしまうというところからでも探してえこちらを購入することに至りました購入というかいただけたのでもうほにねすごく嬉しかったです で、もう一つありますよね。もう一つあったのはこう、後部座席の扇風機に使いましたね。先ほどあった扇風機というのがこちらですね。小型扇風機で、こちらもね、後ろが熱くなるんですね。リアヒーター、リアエアコンないデラックスのモデルになりますから、こういうものがあると、後ろ非常に涼しくて、換気効率も良くなります。終盤に差し掛かってきましたカスタム9つ目が防虫ネット3面で、Amazon で購入しまして9800円ですね。 3面で9,800円というのは非常に安いです。ハイエースはこのような感じで開放的に行きたいんですが暑い日なんかにはね虫が寄ってきてしまいます。それで便利なのがこの防虫ネット左右とリアセットで9,800円と非常に安いですよね。他の有名なメーカーでは2万3万と当たり前にするんですがそれ非常にね作りも良くていいと評判がいいんですけれどもこれで良かったかなと思うぐらいこれは重宝した、えー、カスタムアイテムになりますね。 虫も入ってこないのもそうなんですが追肥なんかにはここね半開きにしたりして、えー、涼しい風を入れるという面では子どもも喜びますし車中泊にも今後活かせそうなアイテムということでおすすめなカスタムアイテムになってますカスタム10個目がアームレストになります金額が3400円とありますがこちらはね欲しいメーカーのものがあってそれを中古で購入したので ちょっと当てにならない金額で、リンクスファクトリーというところから出しているもので、非常に頑丈な作りなアームレストですね。こちらもね、肘置きということで、長距離運転には運転の仕心地が良くなるというようなアイテムで、こちらもね、万人にお勧めできるようなカスタムではないでしょうか。肘ね、尖ってるところが当たっちゃうと少し痛いんですよね。いよいよカスタム最後になりました。11個目。 下りり塗装になりますこれがなんと金額4万5,000円とこのね見えないところで一番金額をかけるという渋いようなちょっと悲しいようなカスタムなんですが車の下回りというのは基本的には金属でできていてこのね細かい穴であったり金属のつなぎ目の部分に 塩、海ですね海の塩害や雪の上に溶接材を巻くんですがそれがここに付着してこの細かいところから錆びてその錆びが穴になってで最終的にはそれが車検が通らなくなってという形で車が乗れなくなるというリスクがあります。 エンジンが丈夫なハイエースだからこそこの細かい下回りというのをしっかり手入れしてあげることがこの豪雪地帯では非常に重要になりますのでここはねお金をかけなきゃいけないなということで業者にお願いしてシャーシブラックなどこう気休めなものではなくてノックスドールという非常に強い塗装剤を使ってあげました専用のガンなんかを使ってこう全体にバーってベッタベタになるぐらいに巻いてもらいましたね 横から見ても後ろから見ても全体配すの弱いと言われている部分全部を塗装してもらったというような形でこれはね最初ねちょっとお金がかかることだったので少し気が引けたんですがもう最初にドンとやっちゃおうということでやったカスタム今ではもうやってよかったなと思いますねこれから雪降ってどうなるかレビューしていきたいなと思います。 はい、それでは合計金額ですが、まあ、これで約10万円ということなんですけれども、中古で購入しているものもあるので、若干値段の変動はあるかなと思います。で、下回り塗装が予想,予想以上に高かったですね。で 細かく言えば、これとは別で、ノックスドル自分で持ってて、お願いする前に若干自分で仕上げた上で、ちょっとこのね、金額でどうですかという、こう、交渉をして4万5千円ということだったので、普通でね、ピッカピカにやるには、まあ、10万円とかかけてる人もいるので、まあ、これはね、高いんですが、自分なりに少し抑えたつもりで、この金額という形で、まあ、これは後々ね、先ほども言ったように、効いてくるカスタムで、カスタムというかね、手入れ。 で5年10年以上こうまた乗っていきたいなということでまたね今後のハイエースの下回り事情も含め、えー、アップしていきたいなと思ってます今後もですねハイエース、えー、まだまだやりたいカスタムはありましてエンジンスターター寒い冬これからね乗り越えるには必要かなとも思っていますでポータブル電源なんかも車中泊する上ではね必要になってくるかなと あとはフリップダウンモニターなんかね、夢ですよね。まあ私の夢というよりも子供の夢ですよね。で、インパネなんかもね、ちょっとこう、ウッド調にしておしゃれになんかもしてみたいなとも思っています。えー、迷っている方、これからもガンガンカスタムしていきましょう。まあ自分含めですね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。